トランペッターマイルス・デイビスのキャリアを追いかけますとざっくりと本当大ざっぱにですけどね2つに分けるとアコースティック時代のマイルスとエレクトリック時代のマイルスの2つに大ざっぱに分類されると思うんですよね。 まあ最近の人たちは、柔軟に聴いてると思うんですけれどもね、アコースティックも好きだし、エレキも好きだよっていう人もいると思うんですけれども、どうも昔は、ビッチェスブリューあたりかな、電化路線のマイルスのアルバムが出ると、もう、マイルスは聴かない、みたいな、マイルスはアコースティックこそが最高だと。 ロックに魂を売ってんじゃねえよみたいな感じでね結構電化路線に走った電気マイルスはに関しては随分賛否両論だったようですねそういう話が結構昔のこうジャズの本とかには書いてあったりとかしてますジャズ喫茶でもかなり議論の ネタにはなっていたみたいですよね。果たして電化マイルスはジャズか否かみたいな。もうジャズに決まってんじゃないですかと私は思いますけどもね。まあ当時は本当にアコースティック楽器ではなくて、 こうウッドベースをエレキベースにしギターが入ってでピアノもアコースティックピアノじゃなくて <laughs> エレピだったりとかオルガン入れるだけでこんなにジャズじゃねえやっていう人たちが結構いっぱいいたらしいですねなんか信じられないですけれどもねまあそれはともかくですねじゃあなんでマイルスは アコースティック楽器路線から電気路線に走ったのでしょうと、まあ、いろんな説ありますしそのマイルス自身もいろんな思惑はあったとは思うんですよたった一つの理由だけで解説できるものではないとは思ってはいるんですけれども、まあ、もちろんね商業的にもっと売れたいっていうのももちろんあったでしょうしあと当時はこうもうロックが台頭してきた時代だったので。 なんか俺たちが始めたブルースを、なんかロックンロールとかリズムブルースを白人が間合い愛にパクって俺たちより売れてやがると黒人のジャズよりも全然白人のロックの方が売れてて面白くねえみたいな黒人の方がもっとやろうと思えばもっとすげえ音楽作れるんだぞ見てみろこらーって感じでビッチョズブリューみたいなねだからそういう思いももちろんマイルスはあったのかもしれないですねそんな 黒人だっってて負けてられっかみたいな白人このパクリの俺たちの音楽パクってそれで金儲けしやがってみたいな許せんみたいな俺は俺なりのやり方で俺の文脈でやつらをひで伏せさせてやるっていうような思いももしかしたらあったのかもしれませんけれどもだけどまあそういう思いもまあ あったかどうか分かどど、うりませんけどもしあったとしてもですねあのマイルス・ネビスのことですが本当芸術家ですから彼はもっと純粋な音楽的な思いも絶対にあったに違いないと思うんですよでおそらくですけれどもアコースティック路線に見切りをつけて電気楽器を導入したのはもうアコースティック・フォービート・ジャズでやれるところはもうとことんやり尽くしてしまったからもう次に行くしかないと思ったからだと私は思ってます。 で、やり尽くした、じゃあ何でやり尽くしたんだよっていうのが、あれですよ、4枚ですよ、例のマイルス・デビス4部作ですよ、あの、クッキンとリダクシンとワーキンとスティーミンじゃありませんよ、ESP とマイルス・スマイルスとソーサラーとネフェルティティの4枚です。 あと、まあ、それにもしプラスするとしたら、プラグドニッケルっていうね、シカゴのライブハウスで行われたライブ版、それも含めていいと思います。もう、素晴らしいメンバー、優れた演奏能力と感性の持ち主のメンバーたちに支えられて、毎日毎日が変化の連続。 次から次へともう新しい価格変化が起きるような毎日をマイルスは過ごしていてそこでどんどん湧き出る音楽的アイデアを封じ込めたアルバムこそが ESP「マイルス・スマイルズ・ソーサラ・ネフェルティティで」でもうこれアコースティック・ジャズの限界まで俺行っちゃったかなってもうこの先もうないなってきっともうやり残すことはもう何もないとこんなすげえやつだと俺はすごい4ビートをやってしまったので。 もうここから先同じことを繰り返してもマンネリになってしまうだろうと俺は常に振り返らない男だ常に先を歩く男だって同じことを過去の自分のコピーなんて持ってのほかだってきっとそういう思いもあったと思うんですよだからこそマイルスは少しずつエレクトリック楽器を導入していったと思うんですよねまあそれちょっと時系列を追って今回は整理してみたいなと思っていますまずですね 1964年,です時は1964年の9月これがある意味ターニングポイントだったと思うんですよね何があったのかウェーン・ショーターが加入したんですよあのテナ・サックス奏者ですけどもねまあテナ・サックス奏者のウェーン・ショーターは これまでずっとアートブレイキザ・ジャズ・メッセンジャーズでテナーサックスを吹き、なおかつ音楽監督も務めていたんですね。だけど、ウェインの才能をその頃から買っていたマイルスは、もうしきりに俺のバンドに来い、俺のバンドに来いと誘っていたそうです。もう電話もしょっちゅうかけたみたいで、今で言えばこうストーカー呼ばわりされても仕方ないぐらい、ウェイン・ショーターにラブコールを送っていたみたいですね。で、ようやくあの踏ん切りがついて、まあ、区切りがついて、 マイルスのもとにやってきたのが1964年の9月なんです。ジャズ・メッセンジャーズを辞めたウェン・ショーター、いよいよマイルス・デイビス楽団に加入しましたと。で、加入したらすぐにですね、9月25日にマイルス・イン・ベルリンが吹き込まれるんですね。まあ、ベルリンでのライブなんですけれどもね。で、そこで結構今までの例えば、フォア・アンド・モアとかマイルス・イン・東京とは全く違う 様相を示し始めるんですね演奏内容やってる曲は s ワ、まあ、ットとかマイルス、あマイルストーンズとかね枯葉とか、まあ、今まで散々やってきた曲ばっかりなんですけれども逆に言えば散々やってきて耳慣れた演奏だからこそ変化が分かりやすいっていうこともあるんですよね特にこの枯葉なんかウェイン・ショーターが参加した枯葉は異様なムードを立ち込め始めるんですよね <laughs> 明らかに ウェイン・ショーターが加入したことによってバンドに変化が起きているなーってことを感じ取れる1964年9月でしたと9月25日でその時はマイルス・デビス楽団はヨーロッパにツアー中だったんですよねであのコペンハーゲンとかパリとかイタリアとかいろいろ回って、まあ、その時の録音も残っているんですけれどもねやっぱりウェイン・ショーターが加入したことによってバンドがどんどん 変化してきている先鋭化ししてててきいるる、まあ、やってる曲はそんなにあの今まで通りの曲なんですけれどもステージ演奏上のレパートリーばっかりではあるんですけれどもやっぱり一人のメンバーが変わるだけでも新しく感性豊かなメンバーが入ってくるだけでも他のメンバーのいい刺激になったんでしょうね。一人一人の腕の立つミュージシャンが寄ってたかって集まったバンドではなく こう一つの有機的なまとまりみたいなバンドとしてのまとまりみたいなものを示し始めたのがやっぱりウェイン・ショーターが加入した1964年の9月以降なんですよね。それで翌年の1965年の1月にスタジオ録音してます早速ウェイン・ショーターが加入した状態でロン・カーターとあとトニー・ウィリアムスとハービー・ハンコックとでねこの5人のメンバーで。 まあアメリカに帰ってきてきすぐ録音ししたんでしょうね1965年の1月20日から22日の間 ESP というアルバムを録音してますねでもっともっときっとマイルスとしてはステージやりながら新しい曲を作ったりしながらレコードを吹き込みたいと思っていたんでしょうけれども残念ながら マイルスデビスビ入院しちゃいますしかも10ヶ月、7ヶ月ぐらいか4月、1月ぐらいに、そうですね、シカゴのプラグドニッケルがその年の12月ですか、まあ、10ヶ月ぐらい入院しちゃったんですよ、マイルスは。<laughs> えっと、左側のね、座骨の骨膜炎の手術を受けるために入院って記録残ってますけれどもね。だから手術を受けてしばらくは療養生活をしていましたと。せっかくウェイン・ショーターが加入してこれから全身だって新しい音楽作るぞっていう時に長年の無理がたたったのか入院生活ガクンってなっちゃったんですけれどもしかしそのマイルスが入院しているこの空白の 期間は決して他のメンバーにとっては無駄な時間ではなかったですメンバーたちがメキメキと力をつける時間でもあったわけなんですよまず時系列順に追っかけていきますとその年の3月4日にウェイン・ショーターはあのアルバムをブルーノートに録音してるんですよねスーズ・セイヤーってアルバムですけれどもね このリーダーアルバムにロン・カーターとトニー・ウィリアムスがリズムセクションとして参加してますからね。で、さらに、約2週間後ぐらいですかね。同じ月の3月17日に、今度、ハービー・ハンコックがブルーノートに録音してます。少女公開、メーデン・ボヤージですよ、あの名盤の有名な。さあ、これにもロン・カーターとトニー・ウィリアムスがリズムセクションで参加してますね。<laughs> ショーター抜かせば、もうほとんどマイルス。 メンバーじゃんみたいな感じですよね。まあ、マリスの代わりにフレディ・ハバード入ったりしてますけどもね。そしたらですね、また今度、ウェイン・ショーターがブルーノートにリーダー作録音してますよ。エト・セトラってアルバム。これは6月14日にブルーノートにショーターがリーダーとして吹き込んでるんですね。これにはハービー・ハンコックがピアノで参加してるんですね。で、次に今度はですね、まあ、じゃちょっと時系列遡って申し訳ないんですけれども、 3月にトニー・ウィリアムスも録音してますよ。スプリング、あの驚異の名盤、私も他の動画でかっこいいジャズかなんかで紹介した記憶があるんですけども、とにかく尖って尖って、本当にジャズというよりも音楽というより、一つの芸術作品、芸術音っていうようなアルバムなんですけどね、これもブルーノートなんですけどもね。えー、トニー・ウィリアムスも リーダー作録音してまして、これにはハービー・ハンコックとウェイン・ショータが参加してますよって、結構マイルスのメンバーみんななんか同じ人たちで演奏してるんですよね。で、さらにですね、10月、10月の15日、またウェイン・ショータがブルーノートにリーダー作録音してるんですよ。The All Seeing Eye ですよね。 っててていうアルルバムをブルーノートに録音してましま月15日これにはですねハービー・ハンコックとロン・カーターが参加してますよだからマイルスがこう入院している間療養生活を送っている間彼らはですねもうお互いのアルバムの,のレコーディング行ったり来たりでずっと演奏し続けてたんですよねで自分のリーダーのアルバム吹き込んだりとかもしてるのでやっぱりいろいろ音楽的に考えたりとかしているので 音楽的なこうセンスだったりとか演奏能力みたいなものもメキメキとマイルスが休んでいる間彼ら身につけてきているわけですよ成長してるんですよで成長した彼らとじゃあ復帰したマイルスがライブをやりましょうってなったのがその年の年末なんですね1965年の12月21日22日23日 シカゴにあるプラグド・ニッケルっていうライブハウスで怒涛のライブを繰り広げるわけですよで。きっとマイルス驚いたかもしれませんね。だってもう1月にレコーディングしてからすぐにもう療養生活入っちゃって久々に多分あの4人若手の4人に会ってじゃあ新曲とか書く余裕ないからまあ1曲だけね「アジテーション」って ESP に吹き込まれた曲は演奏してるけどそれ以外はもう今までこれまでステージで散々演奏してきた。 曲ばっかりなんですけれどもねだけどメキメキと力をつけて感性を磨いてきたこうロン・カーターにトニー・ウィルブスに <laughs> ウェイン・ショーターにハービー・ハンコックの4人は。 とんんででもない演奏を繰りげるんですよね <laughs> でマイルスきっとびっくりしたと思うんですよね。あれヨーロッパツアーの時の演奏と全然違うじゃんと思ったと思うんですけど、だけど負けてなるものかってことでマイルスも力強くトランペットを吹きますと、それがめ,めちゃくちゃすげえ演奏になってしまったっていう記録が残されているのがコンプリートプラグドニッケルのボックスなので、ぜひ皆さんあの日本版じゃなくて輸入版の方を聞いていただきたいなと思っております。まあ、理由、長々とちょっと説明すると長くなっちゃうんであれです けどもねまあ、別な機会であれですけども是非この黒い箱に入っている「プラグドニッケル」これはあの1日で全部聴く必要ないので本当に3ヶ月かけてでもいいし1年かけてでもいいので小出し小出しでもいいので是非聴いていただきたい素晴らしいアルバムですもう「フォービート・ジャズ」の曲北みたいな感じですね。もう 本当にここから先はもう暗黒のブラックホールの暗黒空間しかないぞここから先はあともうギリギリの限界値がここだぞっていうようなちょっとある意味ジャズの限界みたいなジャズの限界というかアコースティック楽器で演奏されるこう4ビートジャズの限界の近いところまで見てしまう恐ろしい演奏だとは思いますけれども是非好奇心 旺盛な方はいいいいてたいただきたいと思います、まあ、そんな感じでですね1965年の1月20日ぐらいに ESP ってアルバムを録音してそれで入院しちゃってで入院してる間に全部で12345枚のリーダー作をマイルス以外の残りのメンバーまあロン・カーター以外のあれですよねリーダー作全部ブルーノートに残してるんですよねそうやって力をつけてきたと。それでマイルス復活 さて、じゃあどうするべってことで、今度翌年の1966年、まあ、時代は次の1年後になるんですけど、66年の10月にですね、マイルス・スマイルズを録音してます。1966年の10月24日と25日録音してんですね。で、さらに翌年の5月、えー、ソーサラーを録音してます。1967年の5月16日から24日の間にレコーディングされてますね。 でさらに、とどめとして、翌月の1967年6月7日、それと6月22日、ついで翌月の7月19日にネフェルティティを録音しましたと、もうここで、あのアコースティック時代のマイルスはここで打ち止めですと、もうここから先はもうやり尽くしたって、もうここまではやり尽くしたときっとマイルス思ったんですよね。ここから先はもう新しいことやるしかないと思ったマイルスはですね、この年の年末にですね、 新ししいい楽器を導入していますまずはハービー・ハンコックにエレクトリックピアノとかチェレスタを弾かせるようにしました。もうアコースティックピアノ弾かんでいいからお前は今日からこれを弾けと。で、さらにギタリストを雇ってんですねジョー・ベックっていう人をスタジオに呼んでまだ21歳か22歳ぐらいの若いギタリストを呼んで、まあ、実験的な録音をしていますと。それが12月4日にサークル・イン・ザ・ラウドという曲を録音し で12月27日に「Water on the Pond」っていうね「Water on the Pond」っていう曲を録音していますと。でそれぞれの曲はですね「Circle in the Loud」っていう曲は「Circle in the Loud」に収録されであと「Water on the Pond」っていうのは「Directions」っていうアルバムに収録されているんですけどもねまああのー、はっきり言ってじゃあ エレクトリックピアノをハービー・ハンコクに弾かせたところで劇的にサウンドが変化したのかっていうとそういうわけでもないですしじゃあジョーベック入れたところでサウンドが劇的に変わったのかっていうとそうでもないんですよねまあ実験程度まあこんなことしたらどうなるのかな程度のあれ録音なんですけれどもねただ新しい一歩を踏み出したことは確かなんですよもうネフェルティから もう全然新しい楽器入れちゃってますからねフィルティティが最後ですからねアコースティックマイルスのねでそこから新たなるマイルスのまた第一歩が始まったのが1967年の12月なんですねだからここからエレクトリックマイルスつまりマイルスのキャリア大雑把に2つに分けると 後半のマイルスのキャリアが始まったのが1967年の12月4日からなんです。で、じわ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 少しずつ少しずついろんなメンバーを入れたり変えたり、ジョージ・ベンソンもギターで入れたりとかね、ギター弾かせたりとかもしたり、いろんなメンバーを特化引っ換え、楽器も特化引っ換えして、 こう少しずつ少しずつ少しずつじわ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 と新しい試みをマイルスしているんですよね。そういう過程を知りたい人はあのサークルインザラウドだったりとか、ね、ディレクションズとか聞いていただければいいとは思うんですけど、まあ、い,いきなりマイルスインザスカイを聞いていただいてもいいんじゃないかと思います。もう新たなるマイルスの旅立ちですよね。一歩踏み出したっていう感じです。ですので、 まあエレクトリックマイルスが好きな人はですねそのエレクトリックマイルスの本当にもうあの原始的なエレクトリックマイルス現象の本当に滑り出しスタートの,あのエレクトリックマイルスのこのねサークルインザラウドなんか聞いていただくといいのかもしれませんし逆に例えばね昨日まで マイイルズ・デビス・プレスティッジのクッキンとかねラウンドミッドナイトとかそういうアコースティックジャズバグズグループとかね「カインドブルー」とか聞いてた人がいきなり「パンゲア」とか「ダークメーガス」とか聞くとははっってなっちゃうのであまりにも本当同じ人ってい開いたアングリー開いた口が塞がらなくなってしまうことは容易に想像がついてしまいますので順を追いながら聞いていただくのも一つの手なんじゃないかなと思います。 でいきなりこの「サークリン・ザ・ラウド」を聴くんじゃなくて電気楽器を導入した一番最初の演奏を聴くんじゃなくてそのちょっと前の助走段階のこの4枚のアルバムまあすなわち「マイルス・スマイルズ」だったり「ESP」だったりとかね「ソーサラー」とか「ネフェルティティ」とか。 あるいはまあ、ショーターが加入したあたりからでもいいと思うんです。思いますよね。マイルスインベルリンだったりとか、フランスでのライブとか、そのあたりから、ちょっと助走段階って聞いて、まあ、プラグドニッケルとか聞いて、なるほど、結構。 もうアコースティックでは限界の限りをもう尽くしてるんだなってこう次は先進むしかないんだなっていうのを耳で味わいながら納得していただきながら丁寧に1枚ずつ時系列順に聴き進んでいくとマイルスのやろうとしていたことマイルスが目指していたことっていうのがまあもちろんマイルス本人じゃないと分からないことではあるんですけどもおぼろげながらこの点と点で存在しているアルバムを 線でで結ぶこととができるんじゃなないいかなと私は思いますやっぱいきなりね、ビッチェスブリューを聴くと、のけぞっちゃいますからね、きっと、ブルーノートのマイルスの「イットネバエンタードマイマインド」、うん、しんみりいいトランペットだなーなんて、うん、和むねーなんて思いながらね、まあ、ワーキンの「イットネバエンタードマイマインド」でもいいんですけどもね、さすがマイルスはミュートだねーなんて言ってるのがね、いきなりビッチェスブリューのね、ファラオの踊りとかで聴いてしまうと、 <laughs> あまりにも時代が飛びすぎてしまうのでもうワープですよね <laughs> 本当にねピョーンって飛んだ感じになっちゃうの、ね、でそれでマイルス嫌いになってもらってもちょっと困ってしまうのでまあ私が困ってもしょうがないんですけどあのただ残念なことだと思うのでそれでマイルス嫌いになっちゃうとせっかく素晴らしいあの音楽ミュージシャンの音楽を一人一つ聴かないことになってしまうのでねだったらこう。 一つ一つ丁寧に追いいいいいかけていくのもよろしいんじゃないかなとは思いま,すまあ時間とお金はかかる作業ではありますけれどもなかなか知的好奇心が誘発されますしすごくそういう作業をしている時の日常って楽しいんですよね。他の食べ物もおいしいし酒もおいしく感じ合いますし仕事ももりもり元気よくできるしってなんかそういうね 何か一つのことを探求しながら常に自分の中にテーマを持ちながら日常生活を送るっていうのもこの日々の,この乾いた生活の中に潤いを与える一つの手段だと思いますのでその一つの提案として「マイルスを時系列順に聴いてみよう!」みたいなもう最初のファーストマイルスから聞く必要ないですからあのパーカートやってるマイルスから聴き始めるととんでもない分量になってしまうのでせめてすごくマイルスの想像力 あのクリエイティブだった頃、まあ、演奏力にもひらめきが満ちていた頃の力強いパワーがみなぎっていたこの辺りのマイルスを追いかけるととてもそのマイルスのパワーの何分の1か何十分の1かもしれませんけれども自分の,この心の中に栄養をもらえるんじゃないかなと思っていますので是非ですね このアコースティック時代のマイルスに肯定せずに少しずつ少しずつでいいのでエレクトリックマイルスの扉を開けていただきたいなと思っておりますということで今回はですねこのマイルスのコロンビアに残した4部作をキーにこのマイルスが電化路線に走るまでの過程をちょっと時系列順に追いかけて話してみましたまあ興味のある方は是非その順番で聞いてみていただけると 楽しい毎日を送ることができるんじゃないかと思います。ということで最後までお聞きくださいましてありがとうございました。